行けるけどしんどいよね。誰か一人じゃないとこないかな。レオンというのの目の上のコブがなくなったにもかかわらず苦戦を強いられている。もっと大きいコブが出てきた感じ。パンプリア直接攻めてやるのあるかな。わざわざラックかで行って負けに行くくらいだったら行かないくらいの方が勝ちやすい気がする。だるいなー、それ。すぐ固めるじゃん。あれ、これバグったんじゃね？後ろのやつ無敵状態入ったんじゃね、ワンちゃん。たまる前に行こうぜ。もう一発ブームくれてやるからたまる前に行こうぜ。むしろ退却しろ。ケイ。ラギが回復したらヒロイック行こう。だいぶきつくなってきた。ゴンゴスとギデオンのレベル差10だからね。上げすぎだよって言われて、上げすぎなんだけどね。ハーセルドが確かデフォで33とかじゃなかったっけ。プレイヤーよりある程度高いレベルって設定されてるのかな。分かんないけど、そのうちギデオンとクレイスワンパンしそう。それ怖いな。惜しい。もうそのワンパンが見えてきたじゃねえか。うわ最悪。なんでちょっと爪痕残そうとするんですか。みたいなさ、やめてくださいよ。ちょっとうちのドラゴンちゃんたちが死にたいでしょ。ゴンゴスにそんだけ与えんの、まずい。ヒロイックが多分なんかあいつらが消えるトリガーになってんのかな。ヒロイックにいても来た気がすんだよな。やっぱそうじゃん。総武将数23しかいなくて城の数が22あるから、自由に動けるやつ1人しかいないぞ。その1人がどこにいるかわからないぞ。誰だそいつは。誰なんだ。あ、メノルか。お前だ。いや、いいとこに目つけますわ。ここも兵士いらねえから移動させちゃおう。でこの位置で待機で、グレイスとギデオンが出発した後ヒロイックを潰しに行けばだいぶ余裕があるはずで、まだそのまま城明け渡したところでギデオンたちが詰めてくることに変わりはないと思うんだよ。タイデとかいなくなるから勝てるから。いや勝つんだ。むしろ2人でいるみたいなところはある。1人だね。
62。だいぶ余裕がなくなってまいりました。何が辛いってさ、ゴンゴス一人じゃん。ゴンゴス一人だからさ、あの城の外出て戦うっていう戦法ができねえんだよな今。よし来た、いけ、さっさと行け。これギデオンも帰ってこない可能性がある。ブーメランギデオンは出てきた場合は別に構わん、それはそれで。ラデリはあそこ潰して下がるのがしょ、あそこから耐えてるっていう駒を減らすことが仕事、ラデリの仕事は。こんな大した仕事をさせてるわけじゃないから頑張ってほしい。やべえよ、もうなんか憧れだよ。60対60はさすがに勝てねえ。取られたことがトリガーになるんだったら、ここをラデリが取った時点でギデオンは出なくなるはず。俺の目論みが当たっててくれ。だ頼むぞラデリ、勝ってくれよ。タイレルに負けるとか無様さらさないでくれよ。30匹も優勢なんだから、レベル差5もあるとはいえ。ふん、ちょっと熱くなってきましたよ。先行中央待機の止めたところをサンダーフォール作戦ですね。先行中央待機、いけサンダーフォール、1、3、2、4、ナイス。4発目出ると思わなかった。何か引き金があるんだろうな。ハイパーストーンだよ、敵版のハイパーストーン強いんだから。やめろよマジで。敵版ハイパーストーンの強いですね。それ使って負けるとか恥ずかしくないんだよ。はい勝ち。あべえ、ちょうど30残った。あ、30差が勝負を分けた。危なすぎる。だったらもっと楽だったかもしれない。メドルカもレベル差あるからな。そうそう、電キャノンでいいです。9があったらフレームキャノン3発打てる。いらんな。 そこから耐えれるっていう駒をずらすのが大事。そう、捕まえた。ナイス、ナイスすぎー。ギデオンを倒したらもうギデオンも出てこないはず。で、まあ、ゴンゴスと交代でラデリをここの城に入れて、グレイソーのこと首をかっ切った後、ゴルダークを引っ張ってくる。よし、まあ、勝ち勝ちパターンですね。いや、まあ、ゴルダーク倒す前にあれやな、間違えて先行にしちゃったなんてね。まあいいか、気の緩みが出てますね。間違いなくね、如実に気の緩みが出てる。なんかちまちましょってきたね。見てーよ。はお前、フレームキャノンでその威力ないな。アタックいくつあんだよお前。ゴンゴスくんやぞ、変化のゴンゴスくんやぞ。君には驚かされてばかりだよ。よし、勝
完全に首もぎ取ったな今。あいつ中身ないからいいけど。あーし、さようなら。ねえ、ラデリもう戻ってきていいや。じゃあいなくなったっていうことが判明したから戻ってきていいや。戻れ戻れ。あー長かった。お前大丈夫？うろちょろしてないけど。まだいんのそんなに。撤収撤収、僕撤収。そこいると危ねえ。多分ここの城入ると思う。でもワンチャンドクロトと一緒に入らない説ない。でもこれでファンダリーあと2人しかいない。よし勝った。あー辛かったマジで。てかゴンゴスのところに咲く余剰な戦力がね。どうしよう、1対1で勝てるかゴルダーン。ホーリーレイ食らわなければ大丈夫だけど、ちょっと待って、操作がガバガバ。疲労ではないけど操作がガバガバ。手がかじかんできた。暖房でも何でもつけろやって言われるかもしれないけど、いやそういう負け戦はしない。やると決めたら勝つ、勝つまでやる。1,2,3,4,4 つ城あって3人いるってことはまだトリスタン7人もいるの。え嘘、ムーンパレスですら死にたいなのに。ムーンパレスがだってあれじゃん、ファンダリア状態だから。ファンダリアもムーンパレス状態だから。よくわからん話やめろって言われてた。あー疲れたマジで。あーでも長かった、長かったけど勝った、勝った。多分実質あれよな、 HP フルのグレイスに勝てるかどうかみたいな勝負になるよな。大丈夫かな、勝てるかな。勝てるよな。ラギバギ動かしてんだけどな。重要な兵力はねえです。どっかいらない城から一人二人連れていけばいいか。いらない城ってどこだよって言われるでしょ。いらない城はいらない城だよ。あー疲れたーマジで。その判定がバイのズモコムが空き城になりました。グレース HP マックスかな。あまだマックスじゃない、大差ないけど5しか差はないけど。よかった勝てて、勝ててよかった。しなく負け戦に近いゴミみたいな争いを勝ててよかった。でも実質ゲームクリアってことでいいんじゃねえかな。いやもともと勝算があるからやってるだけの話なんだけどさ、勝算なかったらこんなことやらないけど。いやでもロシューが仲間、ロシュー、シローが仲間の仲間の仲間。やべえ、それやべえ。ちょっと倒してよ、ちゃんと。兵士だけで。わあ、容赦なく、クロスラッシュ撃てばよかった。全軍突撃させたら兵士殺してくんねえかな。
まあそうは問屋が下ろさねえよ。逃がすわけねえだろうな。これ以上トコチョコチョコチョコ厄介なんかちょっかいかけられても困るわ。グレイスってさ、精霊の発生者のデカいはないんだよね。設定するのがめんどくさかっただけかもしれない。誰ともなかったもんですよ。ジョッシュだけじゃないの。これが終わったら、マギマギラニを使って邪魔な連中を別のところにずらしましょう。ライトニアに戻しましょう。ゼノン君たち、彼らいつまでもあんなとこ行っちゃいけない。こんなちっこい生死まで満足しちゃいけない人間、彼らは。それこそゴムを包んでいきたいけど、まあそれができるかどうかは微妙だから、まあハーセルと言って、でマニと一緒に、あのあれだっけ、ボルダーク倒してで、そこ終わったらどうなるかみたいな感じやな。またいつもが秋人になっちゃう。ばっかりはしょうがねえ。城に入れる人がいねえんだもん。つれえマジで。はい、HP 回復してみる。割とちょこちょこメイジに打たれて HP 減ってたんだな、ちゃんと。これどっちだっけ、ザックの人たちが引っ越しのためだけに移動してるの面白いな。引っ越しというかメインキャラ動かすためだけに移動してるからな、こいつら。そこ行って、そう、あーオッケーオッケー、これで準備満タン。ファンダリアはもうなくなったようなものです。ぶっちゃけファンダリアにはまた後でもう一回来ないといけなくて、ゴーゴスルートの場合それがちょっと厄介ではあるんだけど、レインみたいな感じじゃなくてまた別のニュアンスで来ないといけないんですよ。ボルダークも不安だろうな。ガチの小国だと思ってたやつらに少数でぶっ潰されてんだもんな。主にゴンゴスが頑張ってるだけだ。ハーセルドイベントはフルスキップです。ま、わ、ふ、そ、人、竜、き、さ、お、俺、君、我が父の名にかけて。あ、やっぱそうだよな、ハーセルドとあやめ祭りのレベルが上がりやすい理由がよくわかったわ。計算式忘れちゃったけど、戦闘のてか、まあレベルがの上げ方っていうか経験値の量かで、あの相手の兵士とレベルと、あと相手の総勲章数みたいなのが関係してて、で多分ね、あやめ祭りもそうだけど、全部50で設定されてるんだと思うんだよね、勲章の数が。なんか倒した兵士の数かける勲章数のレベルだっけな、気もするけど、それが多分やっべ間違えて先行にしちゃった、ワンチャン負けるぞこれ。いやドーピングした、レベルという名のドーピングをしたゴンゴス資格はない。真ん中でさ、あやっちゅずっとさ待機続けばさ、いくら蘇生されようも関係ないのよ。突破される可能性は全然あるけど、普通に兵士で殴りに行けって話だけど、
辛そうなんだけど、ハーセルドも2000年のリスキーマに比べたら蘇生数結構穏やかだから、リザレクションしか使ってこないっていうのがでかい気がする。あと半分、かわいそう、ハース大丈夫、盗賊に殴られて痛くない、聖霊ハースゴルドの息子さんですか、はい、さようなら。まあその PS 版での後付け設定のキャラたちだから見や受けと、ほんで運命にはゆえたいすた君ちょっと調整せちちだから、清流の発戦士なんていらないんですよ。いないよ、またいつの日か会おう。誰だよ、誰だよ、ゴンゴスのこと清流の発戦士って言うやつ。バカじゃねえの、ちげえから。ゴンゴスが清流の発戦士なわけないだろう。出任せを言うな、出任せを。辛かったな、分かったから。なんで動き出した、こいつら。もしかして空いてる城あるとそこに自動で向かう。嘘、今まで動かなかったじゃん、なんで急に時間持つんだよ。超だるいよマジで、それそれがどうだるいよマジで。なんで急に時間持つんだよ、最悪。動くな動くな、まったくさ。お前らのためにパンタリオンがそこにいるわけじゃねえから。最悪という言葉しか出てこないくらい最悪。あ、バンタリオンクラッシュ覚えてないし。やーべ、ドクロ島が死んだ。グインガルの下出てきた日には地獄ですね。まずいな、早いとこ移動すっか。待って、早くゴルダーク潰さねえと。別の理由でゴルダークの討伐を急がないといけなくなってしまった。そんなつもりはなかったのに。勝てるかな、ゴンゴスで 1v1。 力対力の勝負だからな。ぶっちゃけ指揮能力勝ってる方が勝つんだよな。ゴルダーク、ぶっ倒してやるぜ。お前がゴンゴスか。せやで。オザックは滅亡と幸福のどちらを選ぶのだ。第3の選択肢かな。お前、自分の負け方を相手に決めさせるのか。そうだな、お前が泣いて謝るってのがいいな。無謀なのか、それとも合議なのか。だが所詮お前など世の足元にも及ばぬ。まあ王の器ではないよね、ゴンゴスは。今それを教えてやろう。実はお前よりは強いけど。ゴルダック君、レベル差、レベル差10、136の114でしょ。あ、こっちの方が全然上。指揮力がちょっと負けてる、悔しい。レベル10差もあって指揮力が負けている。ゴルダーク基本的に技打ってこねえからいけると思うんだよな。わからん、何がどうなるかわからん。正直ブレスト系というか範囲殲滅系持ってないゴンゴスと、範囲殲滅系持っててもそんなに使ってこない
ボルダークとの戦いだから正味何が起きるかが全然見通しつかん。ああこれホリブラスト飛んできますね。負けたかなワンちゃん。やべ指揮力で負けてる。やべえ待機させなかったのが後手に回った。ホーリーブラスト警戒して待機させなかったんだけど後手に回りましたね。だって困るじゃんホーリーブラスト。マジ同じ力と力の戦いでもニュアンスがちょっと違うんだよ他のキャラと。一発打てること信じてクロスフラッシュにします。10秒くらい稼いでくれるやろ。これで技だけで半分近く削った。100のえっ何だよ。え全然痛くねえ。ギデオンのメラの方が痛え。ギデオンのメラにと同じくらいしか減ってないよ兵士の攻撃と合わせて。お前出直してまいれ。あいつよりは耐久値あるよ。ただそれだけ。あーよかった一騎打ちで勝てる。よかった。なさいよそうやってそうやって。ねえなマジでふざけんじゃねえよ。見事だ敗北を見つけよう。しかし我が家は不滅だ。我は不滅だじゃない。部下の数だけだちゃんと握りなさいっつって。ファンタリア開けっぱにしとくんで。ドクロ島の方入りたかったら入っていいですよ。パンタリオンの引き分けにすれば戻ってったのかな。目標地点が違ったからワンチャンダメ説は全然あるね。だから本当にここに湧こうものならそのままライトニアにゴールインする。そのルートめちゃ怖くない。パーティーってどこ行った。ここ行ったか。ユニがここでしょ。移動させてえな。あで、ファンタリアはちょっと特定のイベントが起きるものはあのまま放置しようと思います。なんでかってイベントがあるからだよ。何のイベントとは言わないけどイベントがあるからだ。あとりあえずムーンパレスを潰しに行くか。お前に通り道のことだな。通り道だからっていう理由で潰そうと。まずはファンタリアとちまちま殴り合ってる時が一番動画で時間使うよこのゲーム。今回殴り合ってないんですけどちまちま。ああそうだパンタちゃんに勲章あげないといけないじゃん。めんどくせえしもったいねえ。イラン戦闘だった。あでも40溜まってる。十分十分。頭にならなかったですよね確か。確かあと仲間になるのって俺の記憶が正しければいないはずなんだよな。ムーンパレスがなったっけな。ちょっと覚えてない。覚えてないしよくわからん。あーラグの兵士回復が忘れてた。あれだゴンゴスの回復待ちだ。それ以前兵士は変えないといけない。あれじゃミスじゃない。あっあっポパーズの人たちは仲間にならないはず。あそうだローサーあれだあマニと変わってマニちゃんユニと変わってあげて。ローカルで
まあ、終わったかもしれない。ジョッシュも使えないんだけどな。縛りの関係上もう城から動かせない。あ、でもそっか、冷静ポイント取り終わったから動かしていいんだ。空き城なんていくらあってもいいじゃない。あった、そうだ、忘れてた。目標数の40もう集まってる。別にいいよ、動かそう。そうそう、そのことすっかり忘れてた。目標数はもう集まってる。40溜まってたから。なんか余裕じゃん。ちょろすぎ。 HP 少ねー。やば、ゴンゴスがそれだけ一人で頑張ってたってことだよ。ちょっと悲しくもなってくるけど。さ、バカキラとかって普段どこいんの？バカキラは城についてるか。あれ行くとボイドがここにいる。ノーンさん、鉄壁の不審。OK か ?OK だな、行こう。てか、モンストロ、あれだよね、ドクロと出てくるよね。ドクロとちょっと怖いよな。まさかここ狙って動き始めると思わんかった。こんなね、途方もないルートで行こうとするなよって話なんだよな。ハンタリオにちょっかいかけやがってよ。その並外れた陶器、てめえがレオンか。あんたが獣人族の大将ゴンゴスか。悪いことは言わねえ。田舎の森に帰りな。はい、プッツン状態入りました。てめえ獣人族をバカにしてやがるな。戦いは無意味だと言ってるんだ。どういう意味で？俺らトパーズに勝てるわけがないだろう。あ、プッチーン。そうかそうか、森の勇者ゴンゴス様と戦うのが怖いってんだな。どうやら口ではわからないらしいな。男なら口じゃなくて腕で来やがれ、レオン。いいだろう、行くぜ。でお前らはちょっと語り合ってんだよ。戦いの中で語り合うみたいな演出いらねえから。やべえな、30% 補正入ってるぞ相手。先行で行かせて中央待機させてガイアブレイク誘発させるのがベスト。先行じゃない、攻撃。攻撃前列待機で中央待ち。あー軽、トパーズの兵士の命って軽いですね。君主が無能だからかな。あーはい、無能確定演出。無能確定演出、ありがとうございます。バカで助かったな。やっぱレオンって AI がバカに作られてるよな。てかまあガイアブレイク持ってるやつはみんなバカに作られてるよな。なんでガイアブレイク優先して撃っちゃうんだろうね。勝てないと悟ってるでしょ、心の中で。負けを認めてるんだよ君は。まあ文句がドラゴンに勝てるわけないだろうって最もなこと言われたらそれまでだけど、それはそうだけど、この中で負けを認めてるんだ君は。ダービー君に乗っ取られちゃう。退却すんなよ、逃げる場所ねえんだから。ユリちゃんおいで、おじさんと交代で。あ、おじさんセットでいいや。セットでこっち来て。トパーズのとこの人は誰も仲間にならなかったと思うんだよな。
パレスを潰しに行く。潰すわけじゃないけど、同盟結びに行くのパレスと。それが終わったら、ジュノーと。影の塔イベントはね、確かね、ゴンゴスはね、全部終わった後に発生するんじゃなかったかな。多分もう発生する。どっちかわかんない。くそ、この俺が力負けするとはな。ボザックの連中を田舎者と思って甘く見すぎたな。俺も修行が足らんぜ。レオンさんですね。あなたを探しましたよ。ボラットノアのレイナートか。なんでこのところに現れるんだ。話は後です。まずはここから脱出しましょう。なんだかわからんが、渡りに船だな。助かった。余計なことすんな、バーカ。にゃーにゃー、知らない人の匂いなのだ。あ、お前は何者なのだ。いえ、別に怪しいものじゃ。問答無用なのだ。すいません、失礼します。ゴンゴスに伝えろ。この借りは必ず返すってな。ふみー、逃げられたのだ。ゴンゴスは何者かが城に侵入して、トバーズとレオンをさらっていきました。なんだと、一体誰の仕業なんだ。はいはい、これ影の塔イベントだね。行くか行かないかはまあ任せるっていう感じだけど、なんか敗北数3になってるやつなんか。なんでだ。まあいいか。でもうこれでユイカたちは仲間になんないから、それが厄介なんだよね。これでいいのか。まあビーストが1、ボザック要素があるやつが1名しかいない。地獄だ。で、ぶっちゃけムーンパレスはどうだったか覚えてない。なぜなら仲間になとうとなからなとうと使わないからな。よかった、ソマリオを一人で対処できるので。また引き分けにして様子見だけしてみるか。またしばらく動かなくなるんだったらそれに越したことはないよ。ジュノーのとこが一番厄介なんだよな、攻めづれえから。後ろから攻めないとさ、ジュノーのとこって2回戦わないといけなくなるんじゃない、構成で。後ろと前同時に攻めないと。人が撃とうとしたタイミングで撃ってきやがって。レシア相性様々だなこれ。ガルの方に行かなくてよかったマジで。ぶっちゃけハイムってことくらいのマジセーラーってことくらいでも困るけど、ちょっとダメージ与えにくんだよ、ふざけやがって。一人で勝てるからまだ許されるんだ。引き分けにできねえ、一人しかいねえから。出てくるとこ本当にここでよかった。総数で1対2で1人倒して引き分け、1人引き分けになった場合ってマジでどうなんだろう、わかんねえな。攻めてきた側が逃げるだけだから、わかんない。喧嘩両成敗みたいな感じで染まるよ。負傷したら困るから、やらないで。殺してしまえ。いいソマリオンもレベル上げだわ。レベル上げ
ラ上げ必要ないキャラだけど、でもレベル上げ必要あるキャラはもういないけど、ゴンゴスくらいじゃないか。それこそのやつ2体倒してたらそれは上がるよな。で厳しいね一番開けちゃいけない4箇所開けてるからね。今ジュノーンが今が好機だとか言って突っ込み始めたら切れるぞ。それこそここの城残しといてジュノーンこっちに置き出すっていうのもありだよな。4回戦うことになる、3回戦うことになるよ。その場合捕まえちゃって損はないんだよな多分。さあグレン君、おとなしく僕に踏まれてどうぞ。まだかな。僕マジ空気読めない。誰でも言うけどマジで空気読めない。スカドラとりあえず撃ちたい。さすがに敵が硬くなってきましたね。取ることは頼んだぜ。誰にだよ。おらんのお前が。よし、内政力が上がりましたね。これでもう内政できるようになった。ゴンゴスがすげえ、レベル42まで上げれば内政できるようになるんだ。お前すげえな。で、まあ、ゴンゴスは兵士いないですが単身で向かわせます。なぜかってそこに理由があるからね。ゴンゴス様、敵軍より使者が訪ねてきております。面白いよこれ。停戦の申し入れでしょう。会見してみては。チッ、エルフ族はいつも口先だけなんだよな。まあ面倒だ、このままやっちまおう。ゴンゴス様、ここでボザックが外交にも優れていることを他国に示す絶好の機会ですぞ。あ、それもそうだな。わかった、通してくれ。ティリスもバカなんだよな。なんでお前が単身で来るんだよ。あなたがボザックのゴンゴスさんですね。私はムーンパレスの女王ティリスです。我々ムーンパレスは争いを好みません。弱いからな。まずは私の話を聞いてください。ここでゴンゴスが話を聞いてたらまた展開が変わった。エルフだ、女エルフだ。はい、ティリスか、いい名前だ。惚れたぜ、一目惚れってやつだ。どうしていきなりそういう話になるんですか。ゴンゴス様、お気を確かに。テリス、俺と結婚してくれ。ゴンゴスで来ない場合お疲れのようですね。普通に潰せたはずですから。急にとんでもないことを口走っていらっしゃるのでしょう。私はこれで失礼します。申し訳ありませんですじゃ。
ティリス、ティリス、待ってくれ。と困ったことにならねばよいが。はい、これ1回目。はい、2回目いきまーす。早く U ターンしろ。ティリス頼む俺様の話を聞いてくれそれは私のセリフなんですけど。なあなあ、この表情多分面白いよね。結婚してくれよ。ひょっとしてもう結婚しちゃってるとか。私は独り身です。あまりにも無礼ですよ。セクハラですよ。じゃあ二人の愛には何の障害もないじゃないか。もういいや、女王なんかなんなきゃよかった。おい待ってくれティリス。はい、これ2回目。はい、で行方不明です。うるさいよお前ら、もう城に帰れお前らは。マジでちょっと待ってね。ユリシスかベルターナをバギーで潰さないといけなくて、で残った方をマニがやんないといけなくて、だからここはどっちかなんだよな。どっちがいいかな。どっちでもいいんだよな正直。ラギでいいか。ラギ VS ゼノンっていうのもちょっと見たいけどね。してくれそうですか。マジで邪魔だから。獣人がビーストしかいないと思って、主人はビーストなんすよ。いいだわ。あ、いくらゼノンたちも獣人がハーピー引き来るとは思わねえよ。ハーピーとかドラゴンとかメイジはまだわかるにしてる。あ、グルーダーがあっさり死んでくれた、ありがとう。お前いつも死ぬまで戦うよな。多分戦いやすいのはユリシスが、まあ、マニが戦いやすいのはベルターナだと思うんだよね。足止められるのって結構厄介だから。やべえ、防壁とか使ってくる。ベルターナは防壁もでかいんですよ。さあ、なんだっけ、ビンデーに召喚しすぎて最後の方サモンワイバーン確かにやっとるわ。めっちゃ当たるね。さすが識力最高値。挑まないとまずいかな。ゼノン関連のイベント2回
進展みたいなことがある気がする。間違えてユニ出してる。あれ考え事してたらこれだよ。まあいっか。別に残ってる人そんな大変なあれでもないし、メタボ使ってもいいだし。最悪全部言い訳でいいだろ。余裕余裕。100匹のビーストを相手に勝てると思うな。なんて関係ねえんだよ。強い。演出の長さもさることながら、普通に強いんだよな。女獣人のクロススラッシュってまだやるの？散歩みたいな立ち位置じゃなかった？仕方ね、意味ないって。あいつ飛んでんだよ。ハーピーじゃないと分かんない。俺も飛んでるように見えねえけど、ドラゴンは。あ、進んでてジャンプしてんだって。それができるんだったら他の兵種でもやれよって話なんだけど。もう一回ゴンゴス付きで行った方がいいかも。ゼロンと戦ってる間に他の連中は トリスタンを攻めに行っとくっていうのがまあ理想な気がする。ダサいよそういうの。痛いんだから敵のハイパーストーン。こっそり減ってねえ相手の HP が。一騎打ちやって負けたらバカバカしいから引いてくれた。ありがとうゼロ。すまん。そうなんかアムエリアと組んだ後にもう一回行ってで、その負けクリスは危険なんだみたいなことを言わないといけない気がする。払っちゃってるぞ今。ギリギリだな。 HP 減ってないんだよ、ね、そしたらちょっとゼノンとかわしてあげるか。結局リスキーのイベントが起きるまではそのゴンゴスじゃねえ、ゼノンは絶対死なないから。ティリスが隠居生活に入りました。ゴンゴ様があんまりしつこく迫るから、どうして俺様の熱い思いが届かないんだ。関係ない関係ない。お前らの功績も関係ない。知らん、そのままは。もうすぐ撮影始めてから12時間なんだよ。眠いんだよ俺は。休憩しろよって言われるかもしれない。いやなんかさ、ぶつつけとどらないとさ、集中力切れそうでさ、怖いんだよね。切れてんじゃねえって言われたらそれまでだろ。いや切れてないっすよマジで。まだ切れてないっすよ。だからさ、ちょこちょこなんかカットする設定で喋ってないとかちらほらあるけどさ、それにしても9時間ぶつぶけで喋り続ける人じゃないよ。ここ通ってる時にさ、ドクロドンがひょいって出てきたら怖いんだけど。ありそう。あんまり兵士損耗してないのでかいな。
女王が陰キャって許されんのかな。許されるんだろうな。外交問題で精神的疾患を抱えてしまってみたいな。全ゴンゴスのせいじゃねえだろそれは。いやだってさ、ゴンゴスの必要経験値ってすげえことになってなってる。8043経験値が今。ちなみにバギマニユニがどれくらいかっていうと、多分みんな1000に行ってないと思う。あ、1000はいい、2000まで行ってないから。ちょうどよ、もうすぐ4000。2000行ってないやつと俺ね、2000行ってないやつがいて、俺8000行ってるバカがいるんだよ。異常だよ。ラムゼのところでは、ちなみに多分うちの筆頭戦力のジョッシュ君ですら3000だからね。びっくりだろ、あいつの経験値量どうなっとんねんマジで。ジョッシュ、ちなみに僕がジョシュア君のことをジョシュって呼んでるのは、なんかスパロボのキャラにフルネームジョシュアとジョシュって呼ばれてる主人公キャラがいてきます。おじいキャラね。あ、俺の記憶違いだったすまん。まあいいや。掘り絞ってるわけじゃねえんだったら怖くねえ。はい、シルビンド変なもん処方すんなマジで。綺麗に掃除されちゃった。ロボ単体でもうザムゼンとか行ってもらうか。それで上から降りてこられたら無理だもんな。でも詰めてくるとしたらもう2人だから、でここで待ってればいいのか。ドーンと構えて、神殿うろうろしてるときに出てこられてる。そのパターン一番困るからね。金のと言ってもしょうもねえ気がするんだよな。まだイベント発生しなくなったっけ。ゴンゴスはそっか、クルシュの仲間にしてる数とか関係ないから発生するにはするのかな。何も見通しただん。離反しなくて、ジョッシュにあげんの忘れてたわ。よかった離反しなくて、マジでこのタイミングで離反とかマジでもらえない。あれ、それドクロトークンゼノンに落とされるやつでは。かわいそう、俺シーラね。いや、そうだよな、別に2回目来ても変わんないよな。経験値として美味しくいただこう。
やー、またシルビーと処方された。あ、間違えた。やっべ。負けた。情けねえ野郎だぜ。まあいいや、アステアの心あるからよくはないけどいいや。
よし、撤収撤収。トランバイ。対戦いつ来んの？まあ先影の塔行っちゃおうかな。兵士回復するだけ回復してトパーズ取って。間違えたあ、ティリスがパンダリア軍に見つかって襲われました。何、ゴルダークの野郎がさらっていったのか。もういねえんだよパンダリア軍。いえ、そのまま行方不明という話ですじゃ。クソ、こうなったらゴルダークをぶっ倒して。もう倒した。
大陸全部俺の方のものにして、絶対にティリスを探し出してやるぜ。はい、どうぞ。やる気があったらしい。いやでもね、今更よ、もういないし、いないし、今更よ、マジで。グレイスあたりに闇討ちされたんでしょうね。ざまないぜ。メインヒロインかっこ笑いが。グヒー、マジだ。おめえ、獣神族だな。ギヒー、ダムダムシムシに生きてみたら、思いがけない胸がかかったぜ。獣神族の肉はコクがあってたまらないからな。でも、お前は肉が硬そうだな。クソ、友人がこのところに隠れてやがった。はい、ジャパン。イッツジャパン。雑魚。兵士の見た目一緒なの面白いよ。服着てるか着てないかみたいな。うん、スカイドライバーが強い。ゼノンよりも入るから楽でいいよ。そもそも倒せるように設計されてるのかそれは。もうすぐだよ、もうすぐ殺してやるぜ。何お前強がってんだよ。クソ。お、なんだこれ。おお。ヒッヒー。すげえな、竜人が声だけで逃げちまった。よ、お前は？あれ、お前獣人族か。我が一族の者か。我は獣王レビアタン。レビアタン、どっかで聞いたな。ああ、精霊女王ファーロに負けたっていう。バカを言うな。敗北などしておらぬ。あだ、やる気か。あれ、聞いちまった。
例の遠吠えってこいつのことかな。まあ心配はいらんかな。ついでに塔も調べてみっか。何もないです。ゴンゴスくんできても何者だ。俺様は森の勇者ゴンゴス様だ。一般人です。我が名はラムだ。獣王レビアタンの気配がしたが、ファーラに沈められた奴の霊が再び目覚めたか。ではお前は清流の戦士なのか。なんすかそれ。俺様はだから森の勇者だ。清流の戦士ではないです。立ち去るがいい森の勇者よ。運命の導きがあればまた会うこともあるだろう。はあ、なんだかよくわからんが、お前は魔物でもなさそうだし、竜人は退治したし、まあいいか。まあこんな感じでふわっとした感じでゴンゴスが終わるんですね。まあ別にふわっとしてなくてもそれはそれでいいんだけど。帰るよ。やっべ、動き出した。どうすっかなこれ。確かね、ゴンゴスルートの場合はグレイスとギデオンがそもそもゴンゴスを敵視してないというか論外だと思ってるので、セリの発戦士だとは夢にも思っていないので、多分攻めてこないはず。多分というか確か。盗賊殺し楽しそう。人情種がな。トリスタンに攻め入ってるせいで盗賊殺し楽しそうなんだよな。自分の国やぞ。お前グレイスと変わんねえからな、やってること自体は。血を求めてあちこち動き回ってるだけ。ちょ待ってくださいよ先輩。同じくらい返してもらわねえと割に合わねえよな。まあ倒せるからいいか。あんまり兵士減らされないでよ。援護来る可能性あるから。慌ててローも上に戻したけど、上に浮かせたけど、あんまり兵士減らさんでくれよ頼むから。ハーピー相手はドラゴンそんな強くないんだから。抜群に相性いいってわけじゃないから。逃げた。逃がすな逃がすな。あ、女子の MP が上がりました。おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみにね、そもそもこっち戻ってきてもね、ラムダの話とかはないんだよね。確か、なんかメンツが全員揃ってからいきなり地震イベントになるみたいな、レインみたいな感じじゃなかったかな。レインは別にいきなりではなかったけど。ウェーブが2発撃てるようになったらでかいぞ。ウェーブ射撃です。よし、すぐに兵士を補充しろ。お、出てくんなよ、もうめんどくせえな。この辺空き城だらけなんだから、マジで勘弁してください。
ックに変えてきた変えざるを得なかったんだよ、マジで。ソルジャー100でも100に勝てるわけないだろうっていう話なのよ、レベル差もあって。よし、いけ、頼んだぞ、モンクたち。クロスフラッシュ、クロスフラッシュ10発って5発って強っ。いらな、マジブレストとかウェーブとか覚えないの欠点だよな。 MP が上がってもしっかり持ち腐れてるお前くらいやつ。あとオルテガと、あの誰だっけ、レオンとライザック、あの2人くらい。で、問題は両方ともウェーブ2発撃てるやつに囲まれてるけど、アレイクとボイドはどっちに動くか、それだけが不安なんだよ。めんどくせえ。
しゃ行くぜ最後の城。いやー長かったー、ここまで9時間半経ってます。僕何時から撮影してるんですかね。今から9時間半前、今6時だから8時頃から撮影してる。7時半後か。貴様がボザックのゴンゴスか。はい。まさか獣人とこんなところで戦うことになろうとはな。そうですね。何のために兵を挙げたのかは知らぬが、はい、トリスタンを攻めたのは無謀だったな。そうですね。てめえがトリスタンのジュノーンか。仮面なんかつけて顔の具合でも悪いのか。いいだろう、貴様がそういうふざけた態度を取るのならば叩きのめして反省させるだけだ。せっかく人が心配してやっているのに、てめえの態度の方がなってないぜ。あ、別にゴンゴスさんに悪気はないっすよ、仮面のことに関しては多分。うん、ガチで悪気なさそうに言ってるからね、この人。マラギでボイでやって、もう一人をマニでやって、でジョッシュで削ってフィニッシュかなと思いますね。ジョッシュ一人ではブレスト2発撃てるようになったところできついだろうと僕は確信している。てかむしろこいつらが動かなかったら誤算。暗いクロスラッシュだ。どうせ一発しか撃てねえだろうから触れてやれ。ボンゴス巡航でレベルが上がってくせにさ、大変なことになってんだよ。退却しても逃げるとこないだろう。おとなしく殺されろ。さあ撃ち合うぞ。あいつがメタホ使ってくるまでが勝負。あれ使った、メタホか。それ自分で発動しよう。このど真ん中でかかる。あ、めっちゃ固められてる。じゃあ中心だけ開けさせてやるかと思ったらもう開けてる中心。塩試合ですね、ただの。別に削られても止まらない場所だけど。ほら早く中央に集中をさせろよ。メタホなんか打ってる余裕あんのか。メタホってさ、あれ召喚魔法、なんか FF の召喚魔法みたいな感じだった。めちゃくちゃ上がってる。戦闘生きてんだ、さて。ザクッ。当てて当てて、さっさと当てて、さっさと殺して。当てろよ。あれ、これ最悪負けるのでは。あクソみたいな誤算が起きたせいで負けた。ちょっとマニさん、あなたが負傷するとリスキーマさん出てこないんです。即蘇生してやんねえといけねえや。ちょっとなめたプレイしすぎたわ。いや、当ててくれないと思わないじゃん。これはやってくれると思ってる。
発当てるくらい。めっちゃ当ててくる。これが指揮能力の差ってやつか。ならば俺が上から攻めるぜ。事故死。兄の死因は事故死。37だって。いいねいいね、味方が合流するときが楽しみだな。どうですかジュノンさん、部下に反逆されて。前列分散させるんだな、ボルス対策。いや、ある程度分散させた位置に待機させる。戦士探してるんだったらゴンゴス君も連れてってあげてよ。なんだもんあいつ。そんなゴンゴス君がまるで清流の八戦士じゃないみたいな。実際違う可能性は全然あるけど、いつ君のリスキー。今負傷してるから、バニーちょうどあれだけ誘拐に来たよ。弱ってるやつを誘拐するのにやめようみたいな両親が働いてたら欲しいんですけど、お前そういうやつじゃない。森の神殿って3人一状態で盗んでくやクソ野郎だろ。いやあれは嫌な事件だったね。最終盤のゴルダーク町の状態だったから良かったものの、嫌なイベントだったね。ね、あとはイベントお決まちかな。メインイベントお決まち、あとリスキーマン、ついでにリスキーマン。ゴンゴス様、行方不明だったゴルダークが再び兵を集めファンダリア城を占領しました。またハイランドのウェイン王が数名の者だけで直接ファンダリア城へ乗り込んだそうですじゃ。くそー、俺様も負けてられないぜ。全軍ファンダリアに突進だ。おお、行くぞゴルダーク。ウェインさん待ってください、単独行動は危険です。奴も国を落とされた借りがあるのだろう。行かせてやれウェインと。あーいいなー、くれぐれもあっち友情物語始まってんな。世に対し短期で突撃をかけてくる。数名の戦士ってマジ武将6人で突っ込んだってことでしょ。しかし実力をわきまえぬ無謀な行為。勝てそうだけど君主としては失格だな。そりゃそう。うわー、いい気迫だ。しかし気迫だけで余は倒せぬぞ。あっち少年誌みたいなことしてる。うん、楽しそう。うん、なんだ、これは清流の紋章。
ゴルダーク君の知らないところでどん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 邪神マドルクを倒すべく選ばれた清流の戦士にはその証として紋章が輝くんだ。もう一人清流の戦士が見つかったようですね。あと一人はどこにいるんやろな。まさかあのゴルダークが清流の戦士とは。まさか余もその一人というのは。なんであっちマジでなんかジャンプみたいなことやってんの。そうだ許せねえんだけど。お前が清流の戦士ならば僕は剣を引く。一緒にマドルクと戦ってくれ。断る。なぜ世より弱い者に協力せねばならんのだ。ゴンゴスの言うことなら聞くってこと。そうね、その方が私たちも助かるわ。はい、黒幕。ギデオン、グレイス。まさかゴルダークよ。ウヌが清流の戦士だったとはな。ならばどうだというのだ。貴様らの計略など最初から気づいておったわ。余はお前たちを利用していただけに過ぎぬ。さすがゴルダーク王、減らず口はご立派ね。考えようによっては都合がいい。ここで全員捕らえてくれるわ。青春してんな。しまった、結界が深く。しかもこの力は邪神の力、この地全体に広がっている。たとえお前の魔力でもマドルク様のお力を借りた。この結界は破れぬぞ。ねえギデオンめ、このエルフの小娘ももう捕まえちゃったし、簡単すぎてつまらないわね。やっぱ闇討ちされてんじゃん。テリス、ちょっとやばいなこりゃ。一気に7人もの清流の戦士を生け取ったぞ。あと一人どこにいるんやろうな。これならば清流の力をもマドルク様のものにできるやもしれぬな。ゴンゴス様、大変でございますじゃ。なんとティリス殿はギデオン、グレイスらに幽閉されていたとのことですじゃ。よっしゃ、捕まえに行くぞ。助けに行くぞ。なに、待ってろティリス、今すぐ助け出してやるからだ。行くぞ、全兵力を持って突っ込むぞ。まあそのレベルなんですけど、ゴンゴスの思考回路で言ったら、まあ今はリスキーマ推しかな。譲らないリスキーマ推し。だってあいつ来ないと何も進まないんだもん。ゼノンは今回もハブ。あいつもういい加減仲間にしてあげようよ。悲しいなぁ。竜騎士の紋章って今何個あんだ。 1,2,3,4,5,4 しかねえ。やっべ、足りねえ。ぶっこいてたら普通に足りねえ。竜騎士の紋章、最悪1名いらない人はいるけど、まあ、いろんなやつにあげまくったから、チョッシュ君に渡してなければ全然足りてるみたいなところがある。あ、てかユニのこと忘れてた。やっべ、もう一旦またね。いいぞー、城の前で八重だ。あー、邪魔すんなよマジで。水を差すなドクロドコトキだ。
よっしゃ、行くぞー、ボザック突撃だーちゃんと魔に蘇生しました。あー、行くぞ行くぞー。強力な結界に阻まれてファンダリア城に近づけません。追い出されちゃうんですけど、まあ、こうやって入ったふりしとけば、なおね、ギデオンとグレイスが湧くんすわな。なんで、まあ、そいつらを引っ叩くために、ちょ、入れ、
全部入れ。なんで一匹ずつなの？全部入る。分離すんな。行くぞー。本当はもう事前に誰か一人突っ込ませときゃよかったんだけど、その時間がもったいないっしょ。待たせたな。クソ、ティリスを助けなきゃなんないのに。なんなのこの囚人は。ゴルダークと対立していたものだ。もはやマドルク様の復活の計画の宣伝計画も達成寸前だ。最後にゴミ掃除をしておくか。そうね、マドルク様の美しいレジェンドラをお望みでしょ。こんな囚人なんかいない世界をね。てめえら、ティリスをさらってさらに言いたい放題、もう勘弁ならねえぞ。ならばどうするのだ。この場でぶっ潰す。わしらを倒すだと気は確かに。お前な、お前ら何回倒された？お、言ってみろやボケ。クックック、笑わせないでちょうだい。ジョシャーから聞いてないのかしら。私は超絶的に強いし、それに冷酷で残忍なのよ。貴様のごとき我らが手を下すまでのないが、特別に相手をしてやろう。せめてメイドの土産にわしの魔法を味わうがよい。あ、ジョシュ連れてくんの忘れてた。まあ、いっか。行けユニ、お前がグレイスを地獄へ叩き落とせ。帰り道じゃなく、こういう風にギデオンを打つと本格的な勝負になります。なんか強くない？あれ？ユニ死ぬぞ。あれ？触れられてない。不思議だな。あれ、誰も攻撃を与えられていないぞ。一気みたいな強さしてるぞこいつ。強すぎて笑えない。いけるよ、当たり前だろ、ふざけんな、ね、あ、負傷した。一騎打ちで逃げたのにちゃんと負傷した。ふぅ、ま、グレイス君、君に格の違いというものを教えてあげよう。当たってないんだけど。
も技しか当たらないんだったら別に回して攻撃するからいいんですよ。え？こういうイベントだっけ？ちょっと俺がちょっと不安になってきちゃったじゃないか。え、ちょっとギリギリまでメラ打ってる。まだ当たんないんだったら諦めるわ。よし、でっけっ、決対。メテオストームなんか食らった日にはゴンゴスですら一発も耐えれないかもしれない。大丈夫かな。まあ大丈夫だろう。てかこれでダメージ入んないよ。一回逃げる。こういうイベントだったっけ。あれゴンゴスでしかダメージ入らないとかそういうオチだっけ。あれ？全然覚えてない。始祖やばい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 死ぬ。あれこういうイベントだっけ。あれゴンゴス一人で行かないといけないとかそんなんだっけ。これすごい今頭の悪いご利用しようとしてる。もしかして多分セーブしてねえからちゃんと HP 管理しないとまずいぞ。ラギの命をちゃんと使えばよかった。ラギじゃねえ、バギの命をちゃんと使えばよかった。